インスパイアされたアーティストシリーズ横山由依編の後編を行っていきます。後編は、ジャズとアフロビートの本体目線からによる違いを解説してもらうっていうのと、横山由依個人のターニングポイントになったね、音楽を紹介してもらおうかなという具合でございまして、じゃあまずね、ジャズとアフロビートの違いを解説よろしく。ホームセクションについてちょっとお話しできればなと思います。皆さん、タンギングってご存知でしょうか？小中学校とかの授業でリコーダー吹いたことありますかね？その時に、トゥーとかターとか発音すると、音が区切れるよっていうあれですね。で、この作業、管楽器、ホームセクション絶対しなきゃいけないんですけど、アフロビートというかね、フェラクティさんの演奏を聞くと本当にわかりやすいんですけど、タンギングが他の音楽、クラシックとかジャズとかも全部含めて他の音楽と比べて圧倒的にタンギングが強いです。タンギングをするってことは音が、少し短くなるってことなんですよね。で、音が短くなる、その音と音の間に隙間ができるので、逆に言うとリズムがね、すごく出やすくなるんですよ。で、これ本当にフェラクティさんの演奏を聞いてほしいんですけど、本当に一個一個丁寧にタンギングしてますね。で、ジャズとかの場合、特にジャズかな。ジャズの人たちの、サックスは特に発音し始めは、結構はっきり発音するんですけど、その後、一旦音が出始めたら、その後の音、つなぎは、曖昧なタンギングをするのを結構好むと思います。場所によってですけどね。もしくはタンギング全くしないで、フィンガリング、指だけでリズム出してるみたいな感じかな。で、フェラクティンさん絶対そういうことしないと思います。本当に丁寧に一音一音タタタタって発音してますね。やっぱこれが一番大きいんじゃないかなと思いますね。ピケのホーンセクション、やってる時もベースの、ユウさんに、ちゃんとタンギングしろって、リズムを出せって、ご指摘いただいたこともありますね。こういうことだったなと思って、後でフェラクティさんの演奏を聞いて反省した覚えがありますね。これ撮ってる日と別な日にスタジオ行って、具体的にサックスで吹いてみたので、ちょっとうまく編集してつなげてほしいな、タイガーさん。ちょっとやってきたので、ちょっと聞いてみてほしいです。ちょっとでもなんかね、お題ってかね、曲選びがちょっと僕下手で、違う曲の方が良かったなと思って、後で、やってみて後で思いました。まあでもちょっと伝わればいいかなと思います。ちょっとうまく編集でつなげてください。どうぞ。まず普通にやってみたいと思います。じゃあ次はフェラクティ寄りでやってみたいと思います。いかがでしたでしょうか。2回目はね、かなり丁寧にタンギングつけた、と思います。本当にフェラクティさんの演奏を聞いてみてください。かなり、フェラクティさんというかね、アフロビート全体のホームセクション、リズム出すために必ずタンギングしてるので、聞いてみてください。じゃあ続いて、ターニングポイントになった音楽を、2つ紹介してもらおうかな。2つね、よろしく。僕はやっぱりビッグバンドジャズが、すごい好きですね。っていうのも、中学生の時に、ウォーターボーイズの、なんだっけな、矢口監督だったかな、がやった、スイングガールズっていう、女子高生がビッグバンドジャズやるっていう映画ですね。かなり流行りまして、結構影響されまして、これ音楽やってみたら面白いなと思って。で、当時ね、
吹奏楽部に入って管楽器演奏を始めるのがまあ、メジャーな選択肢かなと思っていたんですけど、まあね、でもね、吹奏楽部入りたくなかったんですよね、その時中学生で。たまたま新聞広告にあったジャズスクールですかね。あ、そう、ジャズスクール、ティケのメンバーの鈴木美智香の出身ですよね、ジャズスクール。いや、いいな、羨ましいな、なんて思いつつね、結局その、ビッグバンドジャズ、なんとか、大学生になって、サークルに入って始めることができて、で、カウントウィーシーっていう、楽団のレパートリーを主に、演奏していたんですよね。で、ジャズのその、なんていうんですかね、イロハみたいな、ニュアンスとか、タイミングとか、リズムだったりとか、いろんなその要素が、ぎっちり集まってて、ジャズの教科書みたいな、音楽ですね。二つ目がですね、日本の、80年代、70年代の音楽をちょっと紹介したいんですよね。まあ、もともと J-POP ってあまり聞いてこなかったので、馴染みがなかったんですけど、一枚きっかけになった楽曲がありまして、この、見えますかね、松原美樹さんの Stay With Me ですね。これ、シングル版のレコードなんですけど、まあ、あまり、初めからこれで聞いてたわけではないんですけどね。まあ、いわゆるそのシティポップみたいなものが、面白いのではないかなと思って、これをきっかけに、大御所、あと、やっぱり山下達郎さんとかもはじめ、あんりさんとか、大貫妙子さんね。あと、なんだっけな、古内東子さんとか。あと、最近僕知ったんですけど、吉田美奈子さんとかですね。あ、そうだ、レコードあるんですよ。これ。なんだっけ、カンジャムで紹介されて、最近話題になったみたいですね。なんかこんな感じで、この時代のポップスって、ミュージシャンとか、結構知ってる人がね、たくさん参加してたりして、この吉田美奈子さんのアルバムなんて、ブレッカーブラザーズが参加してたりとかで、かなり、音楽好きな人にとってはもう宝箱みたいな感じの音楽なのではないかなと思います、ね。まあ、その、ホーンセクションの、なんていうかね、立ち位置とか、いろいろ勉強になるものがあって、まあ、こういう音楽聴いてみても面白いんじゃないかなと思って、僕は、まあ、ジャズとかね、アフロビートだけ聴くとかっていうわけではないので、ね、まあ、なるべく視野を広く保ちたいとは思いますね。まあ、その点、タイガーさんとかね、多分いろんな音楽聴いてるから、なんかもうちょっと教えてほしいなとか思ったりしますよね。はい。ということで、じゃあなんか紹介していこうかな。だからね、ティケで集まってね、そういうお話ができたらいいですね。いや、あととにかくね、ライブをしたいですね。いかがでしたでしょうか。なんか僕の個人的な話になんかばっかりしちゃって、なんかどういう風に編集されるのかちょっとわかんないんですけど、まあうまく多分やってくれるんだと思います。これなんか他のメンバー、それぞれ引き継がれるんですかね。このコーナーね。順平さんとかやってほしいな。ということで話聞いていただきましてありがとうございました。ゆうきロングインタビューお疲れ様でした。今回リモートでやってたんだけど、途中からなんか機械の不具合でね、リモートじゃないような感じになってしまいまして、お詫び申し上げます。てなわけで今日の、YouTube はこの辺でお開きで、次回はゆうきが指名していた順平が出演予定かな。こうご期待。